皆さんどうも、キューです。さあ深夜3時頃に運営さんからね、さらにお詫びが来ましてね、今回はねみんな驚きますよ。なんとですね、ここ見ると、Y ポイントですね5000と、全プレイヤーに受け取る期間が31日前なんでね、まあこれを忘れなくってことなんですけど、5000ポイントですよ。まあ正直な話すると、そのねエラーの時間、周回ずっとできたって人からしたら、まあ1万とか稼げたと思うんだけど、何もできなかったとかね、まあ都合があったって人からしたら、普通に5000ね、まあいろんなアカウントというかね、どのアカウントでも今もらえるんで、まあ結構5000はね、運営さんすごいいいね。うん、本当に素晴らしいなと思いましたね。はい。で、なんとね、これだけじゃないんですよ。まあ、もう一個はちょっとお詫びじゃないんだけど、たまたまなのかわかんないんだけど、下の方にね、ありまして、なんと、夏の運試しキャンペーンということでね、このね、目指すウルトラ Z コイン無料版がね、配布されております。しかも、ダブゼ以上確定です。これね、中身がね、黒センマ入ってると。で、リュータとかね、結構強いキャラ入ってるんで、まあ、あと剣王とかね、これね、配布ですよ。まさかのダブゼ。まあ、実質ね、ダブゼキャラ配布と5000ポイントなんで、激アツですよね。うん。って感じですね。いやー、今回結構運営さんね、めっちゃいい対応ね、メンテも頑張ってくれたし、してくれたかなと思いましたね。うん。で、目指せウルトラ Z コインをね、また違う動画で回すんで、まあ、そっちも見てくれればいいかなと思います。はい、ということで、この動画良ければ、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。